はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、昨日か今日に、アップデートがありまして、バージョン 1.01 に変わったんですよね。で、この流玉の迷宮に何か変化がないか、それをちょっと探しに行きたいと思います。もうここ十数時間回ってるので、変化があればすぐ気づくと思います。とりあえず、2時間回ってみて、どれぐらい変わってるのか、ちょっと調べていきたいと思います。行くぞー！レベル99の階層まで降りてきました。ここまでがだいたい30分ぐらいですね。30分。じゃあ残り1時間半ぐらい行きますけども、ここまで来た感想として、コインが前よりも出やすい気がする。虹はね、まあそんなには出ないかもしれないけども、金とかが、まあ下の階だったら、銀とかがやたら出る。まあ、虹はね、そこまで出ないんだけども、金はね、本当によく見る気がする。で、おしゃれさんも、今、3体ぐらい仲間にしたかな？おしゃれさんも、前よりは出る気がするんだよな。でもまあ、これ気がするなんだよね。確定ではないですけども、コインが出やすい気がして、おしゃれさんも出やすい気がする。と、あと、ゴールド系出るでしょ？ゴールドの敵。あいつらも、下に降りてくるまでに2回出会ったんだよね。そんなに前は出会わなかったんだけども、それもちょっと出やすくなったのかなって思うし、メタル系？あれもね、3回出てきた。メタル系ってほんと出ないのよね。全く出ない。あれが、50回からこの99のレベルまでに降りてくるまでで、3回出てきたんだよな。まあ、コインも金とかが出てきたんだけどね。いや、これは、間違いないんじゃないかな。ある程度のことがやりやすくなってるのかもしれません。まだわかんない。まだわかんないんだけども、まあ、とりあえず30分やった結果がそんな感じですね。感想で。では、あと1時間半、やってみまして、どんな感じなんだとか、ちょっとやってみようと思います。やはりね、コインは出やすい気がする。で、おしゃれは、そうでもないわ。おしゃれさんの出方はそうでもないね。あれは俺が運が良かっただけみたいで。でも、コインのね、出方はいつも以上だと思うよ。コインは確実にドロップ率が上がってるっぽい。と、この宝箱の部屋、やたら出るね。宝箱部屋が、とにかく多いです。ここに来るまでで、結構当たったんだよね。で、その度に、ロードで戻って厳選をしながらやっていってます。宝箱部屋が本当にね、昔こんなになかったでしょっていうぐらい、ポンポン来るね。で、バルデバランの両個体も欲しい。出ないなぁ。おお、またか。またですね。おお、キングエメラルド。はいはい。お、ルビーでしょ？で、キングエメラルド。あ、悪くない悪くない。これは別に戻らなくても大丈夫そうかな。いや、ちょっと戻るか。一応全部見ながら行った方が間違いないでしょう。また？こんな来る？アンダーナイト、おいおい、宝石3連発じゃん。ちょっと周りもちょっとロードして見てこよう。それではこの周回でおしまいですね。2時間になると思います。虹メダルはね、そんな出てないかな。とにかくね、金メダルがやたら出る。
金がとにかく出るよ。うん、もう金はね全然集めてないので取らないんだけども、これ虹がもうちょっと出てきてくれればなと思いますね。であと宝箱の中身ね、もう少しドロップ率が良ければいいな。もうちょっとレアなやつが来てくれてもいいかなとは思う。来たと思ったらにあの虹じゃなくてね金だったとかね、そういうことがねよくあります。今日もあったしね。なのでこの99レベルがそこのところだったらもう宝箱では虹確定とかでいいんじゃないかなと思うんだよね。ちょっとあまりにも出ないとちょっと厳しいと思うんだ。でもまあ前に比べればちょっとは出やすくなってるかもしれない。まだ2時間ぐらいしかねやってないのではっきりとは分かんないんですけども、なんか出るような気はしますね。おお、ナイス、最後の最後に宝箱が出てきてくれたね。ここを厳選して戻りますね。それでは倒して戻りましょう。どれぐらい出たんでしょうね。では見てみましょうか。まずおしゃれさんどれぐらい出たかをちょっと見てみましょう。確か3体ぐらいだよね。欲しいやつだけ、仲間にしましたので、これ以上出てるよ。これの3倍ぐらいは出てると思うんだけども、あーなるほどね、なるほど、3体だな。やっぱりこのバルデバランが、模様がついてピンクの剣だったんだよね。上級おしゃれさんですね。でも、特技は4つ。まあまあ4つでもいいんじゃないですか。で、抜け目がないか。はいはい、ストイックと抜け目がないがついてて、悪くないかもしんない。ガード系のやつをつけてあげれば強くなりそうですね。で、ワイトキングは、悪霊の舞がついてるけども、呪文こいつ覚えてないっけ？そうか、鏡の声が良くないんだ。反射ダメージ受けちゃうんで、鏡の声はちょっと俺嫌いなんだよね。んで、アルケミストン頼む！良くない！ 3 つか！ここは良かった。マスコットがついててすごいいいんだけども、ないね。回復がない。ベホマズンついてないとちょっと使いませんね。はい。まあ、おしゃれさんは2人まあまあのやつが出ましたね。で、コイン。問題のコインよ。どんぐらい？ここからスタートだったんだよね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16!16 です。途中で、宝箱部屋に行って、ロードで戻ったり結構したので、あれ戻らなかったら、もっと出たよ。多分40個ぐらいは出たかもしれない。虹がこれぐらいで、で、金が、これの多分4倍ぐらい出てる。コインは本当にね、出やすくなったと思います。いいやつが出るかは、ちょっと微妙なところなんですけどね。でも今回は、良かったかな。サタンジェネラルと、ルビーはいらないね。キングエメラルド。サタンジェネラルと、これはなかなか良かったんではないでしょうか。タンザーナイトはいまいちだよね。はい。まあ、とりあえず、アップデートがありまして、バージョン 1.01 になりました。そしてね、流玉の迷宮に潜ったところ、まあ、はっきりしたことは言えないんですけども、コインは確実に出るようになってるとは思います。多めに出るような気はする。で、メタル系とゴールド系の出現率も若干だけども上がってる気はするよ。で、おしゃれさんは変わらずかな。そんな感じです。ちょっとね、やってみて感想をください。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。